気が80個分ぐらいの電流が本当に一瞬の間こんだけの時間で流れます。流れたことによって、密着された金属でここに電気が通ることによって、抵抗によって、電気が熱に変わってつけられるっていう。こういう形なんですけれども、金属がね、鉄がですね、こんだけ溶けますので、こんだけ一瞬なんですけれども、大体1500度以上の熱になって、これが、昔の機械なんですけれども、昭和の42年だったかな、機械なんですよ。最近好きなのは、こちらなんですけれども、やっぱり昔の機械っていうのは、高さがとてもあるので、